儚い。そよぐ風も流れる雲も今日はなんて儚いんだ。そして何も思い浮かばない私の心もひどく儚い。あ、カオル先輩。ああ、ひまりちゃんじゃないか。お弁当を持って今日はここでランチかい？はい、ランたちと一緒に食べる約束してるんです。先輩はお昼じゃなさそうですけど何してるんですか？少しばかり試作にふけっていたところさ。この流れる雲に思いを馳せていたら素晴らしいアイデアが浮かんでくるような気がしてね。アイディア？何か悩み事ですか？もうしばらくしたらホワイトデーだろ。バレンタインデーの時は子猫ちゃんたちにたくさんの愛をもらったからね。どんなお返しをしたものか考えていたんだよ。とはいえ心を震わせてくれるアイデアがまだ出ないんだ。ホワイトデーのお返しで悩むなんてカオル先輩らしいですね。そうだ、こうして会えたのも運命の巡り合わせ。ひまりちゃんの意見もぜひ聞いておきたいな。え？私の？ああ、君もバレンタインにチョコをくれただろう。欲しいプレゼントがあるのなら言ってごらん。君のリクエストに応えられるように努力するよ。そんなに気を使わなくてもいいですよ。むしろ先輩からはたくさんもらってますし。私から何かをあげた覚えはないが。いえいえ、もらってますよ。舞台の上でキラキラしてる先輩を見てたくさん元気をもらってるんです。だからなんていうか、バレンタインはそのお礼みたいなものです。可愛いことを言う子猫ちゃんだ。君の元気の元になれて光栄だよ。でも元気をもらっているのは私の方さ。こうして私が輝けるのも応援してくれるみんなのおかげだからね。カオル先輩。しかし、なるほど、舞台の上に立つ私を子猫ちゃんは求めているのかもしれないな。うん、それなら。あ、何かアイディア浮かびました？ああ、とても素敵なプレゼントを思いついたよ。ホワイトデーは可愛い子猫ちゃんたちに最高のミュージカルをプレゼントしようと思うんだ。はあ。舞台に立つ私を見てファンになってくれた子は多い。それなら役者として芝居で感謝を示すべきだと思ったんだ。どうだい、素晴らしいアイデアだと思わないかい？うん、すっごく楽しそう。ミュージカルって歌ったり踊ったりするんだよね。ああ、歌とダンスで見る人を魅了する夢のステージさ。計画を話したら演劇部の子たちが出してほしいと大騒ぎでね。思っていた以上に儚いミュージカルに仕上がりそうだよ。はあ、夢のステージ、なんだかワクワクする言葉だね、カオルくん。盛り上がってるところ悪いけどちょっといい？なんだい、美咲。カオルさんがミュージカルをしたいのは分かったけど、それをなんで私とハグミに？わざわざ自分の学校に呼び出してするような話でもないと思うんだけど。ここに来てもらった方が私の思い描くプランを詳しく説明できると思ってね。プラン？なんか嫌な予感がする。二人に来てもらったのは他でもない、私のミュージカルに協力してもらいたいんだ。ミュージカルに協力？わあ、面白そう。やるやる。はぐみ、ミュージカルしてみたい。予感的中しちゃったよ。ありがとう、はぐみ。いや、よく考えてよ、カオルさん。私たち本格的なお芝居とかダンスの経験ないんだよ。そのことなら心配いらない。芝居とダンスにも挑戦してもらおうと思っているけれど、二人には別のことをメインでお願いするつもりだからね。別のこと？今度のミュージカルは
バンドの演奏を取り入れてライブの素晴らしさを知ってもらおうと思っているんだ。私の舞台を見たことはあってもライブを見たことがない子はまだいるようだからね。ただ少しばかり問題があって、手伝ってくれる子たちは音楽や楽器に詳しくないんだ。そこではぐみには楽器の演奏で、みさきには楽曲の制作で力を貸してほしい。曲？ちょっと待って、カオルさん、いきなり曲を作れって言われても無理だってば。舞台用の曲なんて作ったことないし、だいたいホワイトデーまで時間ないじゃん。ああ、すまない。私としたことが言葉が足りなかったようだね。一から曲を作ってほしいわけじゃないんだ。ある曲を舞台に合わせてアレンジしてもらいたいんだよ。アレンジ？そう。私の思いが詰まった、かの名曲、儚いのテーマソングのアレンジをね。ああ、ハロハピでミュージカルがしたいからってカオルさんが作ったあの曲。ああ、私の感じた様々な儚いを表現した素晴らしい曲だよ。儚さの持つ激しさ、切なさ、様々な儚さを歌い上げた大作さ。はぐみ、あの曲好きだよ。みんなでお芝居したりして楽しいもん。ライブでやるたびにセリフ変わっちゃってるけどね。そうだっけ？いやいや、覚えてないの？ライブであの曲やるたび、心とはぐみは絶対セリフ間違えるじゃん。毎回違うセリフになるし、全然セリフつながってないし、あの曲まだ一回も成立したことないから。演奏のたびに違った顔を見せる儚さとは枠にはめられるようなものではないということさ。いや、セリフを覚えてこないだけでしょ。まあともかく、今回はあの曲をベースにしたミュージカルにしたくてね。演劇部の子猫ちゃんたちが協力してくれるから、芝居部分を長めにとって見応えのあるものにしたいんだ。まあ演劇部の人がいるなら破綻することはなさそうだけど。でも演奏するとなると、はぐみとカオルくんだけじゃパートが足りないよね。ああ、他のパートの担当はもう決めてあるよ。DJ はもちろんミッシェルにお願いするつもりさ。というわけで、美咲、ミッシェルに連絡を取ってもらえるかい？そうなると思ったよ。というか私の仕事多くない？それじゃあドラムはカノちゃん先輩だね。ああ、カノンは素晴らしいドラマーだからね。本来ならカノンに頼むところだけれど。けれど？今回は事情があって別のドラマーに頼んだんだよ。この舞台は子猫ちゃんたちに送る舞台だろう。だからみんなにどんなステージを見たいか聞いてみたんだ。その時彼女と私の共演を見たいという意見が多くてね。今回はみんなのお願いを叶えてあげようと思っているんだよ。そんなリサーチまでしてるんだ。カオルさんってそういうところマメなんだね。そういうわけで、カノンは心と一緒にお客として招待するつもりさ。そっか、心も参加しないんだね。ああ、今回は私がボーカル部分を全て担当するんだ。心のパートは心を込めて歌わせてもらうよ。そうなんだね。そのドラムの人って誰？はぐみの知ってる人？ああ、それは、見て見て、ともえ、これだよこれ。ん？この声ってなんだよ、急にポスターに向かって走り出して。これこれ、演劇部の前に貼ってあるポスター。ポスター？瀬田カオルプレゼンツホワイトデースペシャルミュージカル。カオル先輩がバレンタインデーのお返しにファンの子を招待して舞台をするんだって。どんな舞台になるのかな、今からすっごく楽しみだよ。ひまりはほんと瀬田先輩が好きだよな。あ、っていうかそれなんだけど、
可愛らしい声が聞こえるかと思えば、ひまりちゃんとともえちゃんじゃないか。あ、カオル先輩、ミュージカル頑張ってください。楽しみにしてます。ああ、ありがとう。最高のミュージカルになることを約束するよ。そうだ、ちょうどいいところに来てくれたね。美咲、はぐみ、彼女がドラムを頼んだドラマーだよ。彼女って、ともち？あ、どうしても出てくれって瀬田先輩に頼まれてさ。聞いてないよ。なんか言うタイミングがなくて。もう、そういう大事なことはすぐ教えてよ。でも、カオル先輩と巴が同じ舞台に立つなんて、なんだかすっごくかっこいい舞台になりそう。あ、なるほど。宇田川さんも女子に人気のあるタイプだから、ファンの子がカオルさんと舞台に出てほしいって言ったんだね。って、ちょっと待って、このポスターカオルさんと宇田川さんだけじゃなくて、ミッシェルとハグミも写ってない？ああ、よくできているだろう。ポスターを見ているだけで期待が高まる出来だよ。じゃなくて、まだやるって言ってないのになんでポスター作っちゃったの？かのシェイクスピアもこう言っているだろう。強力な理由は力強い行動を生むとね。いや、だから行動の前に連絡でしょうが。美咲ちゃんとハグも舞台に出るの？ああ、その通りさ。この舞台を最高のものにするために力を貸してくれるんだ。いや、だからまだ返事してな。頑張ってね、二人とも。舞台絶対見に行くから。やばい、なんかやる流れだこれ。はい、というわけでこういう感じにアレンジしてみました。カオルさんの注文通りにしてみたけど、こういう感じの曲で合ってる？ああ、美咲、君に頼んで本当によかった。まさに私の思い描いた通りだよ。切ない調べから激しく情熱的な旋律に、そして春の訪れを思わせる温かいメロディー。ずいぶん曲調が変わると思ったけど、そんなにいろいろなもの詰め込んだのか。ホワイトデー用に書き下ろしたっていうお芝居のところが目まぐるしい展開でさ、内容に沿った曲にしてほしいってカオルさんが言うからこんな感じになっちゃったんだ。なるほど。けど確かに盛りだくさんな内容の話だよな。瀬田先輩が盾をしたり、ラインダンスしたり、早着替えで七変化したりとかさ、なんていうかラーメン全部のせって感じだな。おまけに餃子とライスもついてる感じのさ。お話自体は王子様が国中の女の子にホワイトデーのお返しをするっていうシンプルなお話なのにね。でもカオルさん、なんで急に盾なんて。ああ、前に1年生の沙織ちゃんが優雅に戦う私を見たいと言っていたのを思い出してね。せっかくの機会だから可愛いお願いを叶えてあげようと思ったんだ。え、これもファンの子の希望なの？じゃあもしかしてこのラインダンスっていうのも。ああ、それは文芸部のユミちゃんに贈るプレゼントさ。以前ダンスショーで見たラインダンスがとても素敵だったと話していたから、今回は私の華麗なダンスを見せてあげようと思ってね。ということは七変化っていうのも。多分誰かの希望を叶えてあげてるんだろうな。ああ、子猫ちゃん、今行くよ。では二人ともすまないが、ちょっと行ってくるよ。美咲、素敵な曲をありがとう。お、うん、どういたしまして。わ、カオルさん演劇部の子に囲まれちゃった。うちの学校の王子様だからな。いつもあんな感じで女子に囲まれてるぞ。なんかそんな感じだとは思ってた。
カオルさんのお返しに演劇部が協力するって聞いた時は、なんでそんなことになったんだろうって思ったけど、納得したよ。これだけカオルファンが部にもいるならそうなるよね。けど、なんか変な感じだな。ん？変って何がだ？カオルさんが人気者なのは分かってるんだけど、こうして目の当たりにしてもピンとこなくて、いつものカオルさんを知ってるとあんなに人気なのが不思議なんだよね。いつもの先輩はよく知らないけど、あれだけかっこいい人はそういないし、女子に人気なのはわかるけどな。まあそれは確かに。カオルさん美形だしスタイルもいいからね。そういえばひまりが、先輩は難しい言葉を知っててすごいって言ってたな。頭がいいところも人気の理由なんじゃないか。え？カオルさんが頭いい？おう、そう言ったけど、なんでそんなに驚いてるんだ？なんというか、そういう発想がなかったからつい、みんなカオルさんの中身が残念なことに気づいてないのかな。かっこよさが霞むぐらい普段のあの人はバカ全開なんだけど。ああ、素晴らしい衣装だよ、子猫ちゃん。きらめく衣装に身を包み、スポットライトを浴びる。その光景を想像しただけで、儚さに胸を締め付けられるよ。またたくさんの子猫ちゃんを失神させてしまうかもしれない。いや、今も結構残念な感じするんだけどな。そういえば、なあ美咲、はぐみの姿が見えないけどどうしたんだ？はぐみはちょっと遅れてくるって言ってたよ。今日はソフトボールの練習があるんだって。そっか、はぐみも忙しそうだな。多分そろそろ終わってくる頃だけど。お、噂をしてたら来たみたいだぞ。ほぐみ？どうした？なんか元気ないな。みーくん、ともち、ごめん。ごめん、はぐみ、怪我しちゃった。え、怪我？大丈夫なの？すまない、クレフちゃんたち、道を開けてくれ。はぐみ、何かあったのかい？カオルくん、はぐみ、練習中に指怪我しちゃったんだ。指を。ああ、はぐみ、かわいそうに。あ、心配しないで、カオルくん。そんなに大きな怪我じゃないんだ。ちょっと、グキってしちゃっただけだから。ただ、治るのに2週間くらいかかるんだって。それまでベース弾いちゃダメってお医者さんが。そっか、大したことなくてよかったな。けど2週間じゃミュージカルに出るのは。ごめんみんな、はぐみもミュージカル出たかったのにな。はぐみ。そんなに肩を落とさないでくれ、はぐみ。むしろひどい怪我じゃなかったことを喜ぶべきだよ。うん、カオルさんの言う通りだよ。もっとひどい怪我だったかもしれないんだしさ。でもみんなに迷惑かけちゃったし。あ、ベースどうしよう。ベース弾く人がいなくなっちゃう。ああ、そのことなら大丈夫さ。ベーシストには何人か心当たりがある。はぐみとステージに立てないのは残念だけど、ベースは代役を立てて準備を進めていくよ。だから心配には及ばない。今はしっかり怪我を治すことを考えるんだよ。カオルくん、ありがとう。はぐみ、早く治るように頑張る。ああ、その意気だ。やあ、ご機嫌いかがかな、リサ。君に聞きたいことがあるんだが、少しいいかい？うん、大丈夫だけど、どうしたの？お、なになに？カオルくんとリサち、何話してるの？やあ、ヒナ。
この譜面のフレーズを弾けるか聞いていたところだよ。これってベースの譜面？うん、これなら練習すれば弾けると思うよ。ああ、リサ、君と同じクラスになったのは運命だ。君こそ私が求めていたお姫様だよ。え、ちょっと、なんでいきなり手を握りしめてんの？リサチ、びっくりしてる。こんなの誰でもびっくりするってば。というか、何なのか説明してよ、カオル。ああ、すまない、感激のあまり気持ちを抑えられなかった。詳しく事情を説明するよ。なるほど、そういうことか。どうだろう、リサ、力を貸してもらえないか？そうしてあげたいのは山々なんだけど、ごめん、今回は力になれないかな。実はもうすぐライブがあってさ、その練習で今忙しいんだよね。それは残念だよ。というか、ベースなら千里に頼んだ方がいいんじゃない？千里になら昨日の夜連絡したよ。ただホワイトデーの日は先約があるらしくてね。14日はパスパレのイベントなんだよね。ショッピングモールでミニライブするんだ。千里もリサも予定が合わないなんて。ああ、運命はどこまで私を翻弄するのか。ひまりちゃんだ。どうしたの？うちのクラスに何か用？はい、瀬田先輩に放課後の練習のことでちょっと。で、瀬田先輩、浮かない顔してどうしたんですか？ベーシストの当てが外れてしまってね、途方に暮れているところさ。ベーシスト？ああ、実はというわけなんだ。慣れなくなっちゃったんですね。わかりました、そういうことなら任せてください。私がベースを弾きます。ひまりちゃんが？というか、私だってベーシストなんですよ。私にも声かけてください。ああ、声をかけなかったのには理由があるんだ。これはバレンタインのお礼の舞台だからね。ひまりちゃんにはお客として来てもらうつもりだったんだよ。招待してもらえるのは嬉しいですけど、でもピンチの時は遠慮しないでいてください。私も先輩の力になりたいんです。ありがとう、ひまりちゃん。それなら君の言葉に甘えさせてもらおうかな。ベースは君にお願いするよ。力を合わせて最高のミュージカルにしよう。はい、よろしくお願いします。さあ、楽しいダンスレッスンの時間だよ。白鳥のように優雅な私のダンスに子猫ちゃんたちもついておいで。え、ちょっと、このダンスミッシェルでやるのは無理かも。左、右、左、右で、トーンと。さすがダンス部の友達、うまい。ありがとな、はぐみ。左、右、右、あれ、左、どっち？上原さん大丈夫？思いっきり足がもつれてたけど。ひまり、運動は得意な方なんだけど、複雑なやつだと覚えるまでに時間がかかるんだよな。ああ、ひまりちゃん、怪我はないかい？大丈夫です。ダンスの振り、なかなか覚えられなくてすみません。それなら、私がレッスンしてあげよう。焦らず覚えていけばいいさ。落ち込むなって。
ほら、私たちは演奏がメインだし、お芝居とダンスに参加するシーンは少ないから、きっと本番までには覚えられるよ。うん。でも自分からやるって言ったのに、これじゃカオル先輩にがっかりされちゃったかも。ひーちゃん、ファイトだよ。あ、そうだ、今日はハグミの家に寄ってって。元気がない時は美味しいものだよ。父ちゃんのコロッケ食べて、みんなで元気になろう。ハグミんちのコロッケか、いいな。ちょうどなんか食べたいと思ってたとこなんだ。うん、私もお腹空いちゃったよ。ありがとう、ハグ。コロッケ食べて元気出すね。それならカオルさんにも声かけよっか。練習終わったばっかりだし、まだ学校にいるかも。ん？あれ、どうしたの？それが携帯がどこにもなくて。ごめん、部室に忘れたのかも。本当？危なかったね。学校出る前に気がついてよかったよ。だな。で、ひまり、そういえばカバンはどうした？カバン？あれ、なんで私カバン持ってないの？あはは、学校出る前に気づいてよかったね。落ち込んでたからってカバン忘れるなんてダメダメすぎるよ。はあ、しょうがない。取りに行こっか。美咲ちゃん、一緒に行かなくて大丈夫か？平気平気、トモエとハグは先に行ってて。あれ、明かりがついてる。ねえねえ、あれ。いや違う、こうじゃない。切ないシーンから情熱的なシーンに移るところなんだ。もっと儚さを際立たせなければ心に響かない。カオル先輩、残ってギターの練習してたんだ。集中してて私たちに気づいてないみたいだね。明日は演奏の全体練習。それまでに私なりの儚い演奏を完成させなければ。あ、そうだ、ここはハムレット、ハムレットとして演奏してみよう。悲劇のハムレットの思いをこの調べに乗せて。ああ、生きるべきか死ぬべきか、それが問題だ。これだ。我ながらなんて儚い。また子猫ちゃんを虜にしてしまう演奏をしてしまった。なんだか変わった練習の仕方だね。私、カオルさんが練習してるところ初めて見たかも。え？そうなの？カオルさん、自分のパートを完成させてからみんなで集まってする練習に出てくるんだよね。そうなんだ。先輩は形から入るタイプなのかな。何かの役になりきって練習してるみたいだけど。あ、そういえば前にラップの曲を作った時、カオルさん、なぜかヒップホップな格好で練習に来てたっけ。それにしても、次は情熱的なシーンだとなれば、ロミオ、そうだ、ロミオになるしかない。ああ、ロミオ、どうして私はロミオなんだ。それジュリエットのセリフじゃん。美咲とひまりちゃん、いつからそこに。帰ったんじゃなかったのかい。それが忘れ物をしちゃって。カオルさん、こんな風に練習してたんだね。何でもスマートにできちゃうと思ってたけど、地道に練習してるなんて知らなかったよ。なんというかへんてこな、不思議な練習法だけど。ああ、芝居なら台本を見ればすぐ役をつかめるけど、楽器やダンスとなるとそう簡単にはいかないんだよ。ただなぜか役を下ろしていると覚えが早いから、一人の時はこうして練習しているんだ。そうなんだ。とはいえ、こんなに儚くない姿は見せたくないものだね。
白鳥も水面下で必死にもがく姿は見せないものだろう。私は練習してる先輩を見れてよかったです。先輩がこんなに頑張ってるのを見たら私も頑張らなくちゃって思いましたから。ひまりちゃん、ありがとう。舞台に上がる以上最高のものを届けたいからね。そのための努力なら惜しむつもりはないさ。それに今回はバンドでつながったみんなと立つステージだ。今私のそばにはこんなに素敵な仲間がいる。そのことをみんなに伝えられたらとても嬉しいよ。カオルさん、決めた。私も残って先輩と練習していくよ。ミサキちゃん、トモエとハグにはそう伝えておいて。うん、連絡はするけど私も練習に付き合っていい？え、ミサキちゃんも？頼まれてなんとなく始めたことだけど、カオルさんの話を聞いていたら私ももう少し頑張ってみようかなって。ミサキちゃん、二人ともありがとう。素晴らしい仲間に巡り会えて、ああ私は幸せ者だよ。泣かない。大げさだってば。いよいよ本番だね、子猫ちゃんたち。今日の舞台はきっとかけがえのない素晴らしいものになる。私の心はそんな予感で満ち溢れているよ。気合い入ってるね、カオルさん。でもわかります、私もうまくいく気しかしないですよ。あ、いたいた、みんなお疲れ様。差し入れのコロッケ持ってきたよ。ああ、ありがとう、はぐみ。うん、揚げたてのいい香りだ。開かない。コロッケは揚げたてが一番だからね。はぐみ、超特急でお家から走ってきたよ。あ、舞台のセットもうできてる。準備は完璧みたいだね。もちろん当然さ。当然、いや、何かを忘れているような。あ、ミッシェル。時に急に大声出さないで。大変だ、ミサキ、ミッシェルが来てない。いや、よく考えたら一度も練習に来てない。 DJ はずっとミサキに代役をしてもらっていたし。いちいちミッシェルになるのが面倒だからずっと着ぐるみ着ないで練習してたんだった。あのさ、だからミッシェルは私って説明してもどうせわかんないんだろうな。そんなに心配しなくても平気だよ、カオルさん。リハーサルまでにはちゃんとミッシェル来るから。ああ、私はなぜこんな大事なことに今頃気づいたんだ。ミッシェル、今どこにいるんだ。いや、だから荷物置き場にはいないって。あ、ミッシェル。しまった、着ぐるみシートをかぶせて隠しておいたんだった。ああ、よかった。来ていたのなら声をかけてくれ。ミッシェル、今日は元気がないみたいじゃないか。どこか具合でも悪いのかい？ミッシェルがぐったりしてる。ミッシェル、しっかりして。それは胴体に乗せてる頭が落っこちちゃうから。それで落ちたら大騒ぎするのは目に見えてるし。ミサキ、救急車を。クマのお医者さんを呼んでくれ。いや、だから医者はいらないってば。ミシェルはその本番前だから集中してるの。集中？あ、ハグミ知ってる。スポーツの試合前とかにするやつだよね。そうそう、それシートをかぶって精神統一してるんだから、そっとしておいてあげよう。うん、そうだったのか。いや、いろいろ確認したいことはあるんだが、
そういうならリハーサルまでそっとしておこう。なんとかなった。ミッシェルの中身ってミサキだよな。もしかしてあの二人そのことを知らないのか。知らないというか理解してくれないというか。あれ、ねえねえみんな、荷物置き場にあるこの箱って何？ああ、バラの花とメッセージカードだよ。招待したコレコちゃんのために用意したんだ。なんかカオルさんっぽいプレゼントだね。ミュージカルは最高の思い出をプレゼントできるけれど、形に残るものがないのも寂しいだろうと思ったんだ。ん？そういえばひまりちゃんの姿が見えないね。ああ、なんか落ち着かないらしくてちょっと散歩してくるって言ってました。本番前に緊張とは。可愛らしい子猫ちゃんだね。ここにいたのか、ひまりちゃん。え、カオル先輩、もしかして私を探してたんですか。本番前で緊張していると聞いたからね。今日の主役としては放ってはおけないさ。すみません、本番で失敗しちゃったらって考えたらどんどん緊張してきちゃって。そんなに心配する必要はないさ。これまでしてきた練習を思い出してごらん。他のゲーテもこう言っている。自分自身を信じてみるだけでいい、きっと生きる道が見えてくるとね。つまりそういうことさ。そうですね。あんなに練習頑張ったんだもん、絶対にうまくいきますよね。ああ、もちろん。それに私がついてる。舞台上でのエスコートは任せてくれ。おっと、そろそろリハーサルの時間だ。さあお姫様、楽しい舞台に参りましょう。みんなお疲れ様。舞台すっごく盛り上がってたね。ココロンとカノちゃん先輩も楽しかったって言ってたよ。それは役者冥利に尽きるね。はぐみも楽しんでくれたようでよかった。夢の中にいるみたい。あんな華やかなステージに自分が立ったなんて。芝居もダンスもバッチリ決まってたな、ひまり。ああ、練習の時以上の素晴らしい演技だったよ。本当ですか？そう言ってもらえると嬉しいです。そして、ともえちゃんも素晴らしかったよ。心に熱く響く、とても儚いドラムだった。子猫ちゃんたちも私との共演に喜んでくれていたよ。儚い？まあ期待に応えられたならよかったです。ミュージカルなんて初めてでしたけど、やってみると結構楽しいもんですね。最初は先輩の手伝いって感じでやってましたけど、途中からいい舞台にしたいって気持ちになってましたし。それはちょっとわかるかも。まあやるからにはお客に喜んでほしいっていうか。美咲、君が舞台の魅力を分かってくれるなんて、ああ感激だよ。いやそこまでじゃないけど。それからはぐみにもお礼を言わないとね。え、はぐみに？でもはぐみ舞台に出てないよ。いつも練習を見守っていてくれただろう。はぐみの明るさにみんな元気をもらっていたんだ。だからお礼を言わせてくれ。カオルくん、そう言ってもらえると嬉しいよ。あとはミッシェルにもお礼を言わなければね。練習に参加していないとは思えない見事な DJ だったよ。まあ練習には参加してたしね。おやミッシェルがいない。ミッシェルは予定があるから帰るって。そうか、それは残念だよ。
お礼はまた今度別の機会にするとしよう。みんな改めて感謝するよ。ありがとう。最高の舞台になったのはみんなのおかげだよ。いえいえ、おかげだなんてそんな。ファンの子たちに喜んでもらえて私も嬉しいです。そういえばみんな何かもらってましたけど、プレゼントを用意してたんですか？ああ、ささやかだけれど感謝の印をね。ひまりちゃんも受け取ってもらえるかな？え、私にも？あ、はい、もちろんです。さあどうぞ、お姫様。君に心からの感謝を送るよ。バラの花。あとこれってメッセージカード？君への感謝の気持ちを言葉にしたんだ。カオル先輩からバラとメッセージカードなんて。ありがとうございます。嬉しいです。喜んでもらえたなら何よりだよ。ああ、他のみんなにも感謝の印を用意したんだ。受け取ってもらえると嬉しいよ。私たちにもメッセージカードとバラですか？私、バレンタインに何もしてないよ。これはバレンタインのお返しじゃなくて、私のわがままに付き合ってくれたお礼だよ。そっか、ありがとう、カオルくん。あれ、でもこれって私向けのメッセージになってる。はぐみのも、はぐみのこと書いてある。このカード、一人一人の文書いたんですか？てっきり全部同じメッセージなのかと思ってました。同じメッセージ？どうしてだい？それじゃ感謝の気持ちが伝わらないだろう。みんながいてくれるから私は輝ける。その感謝を伝えるのに手を抜いたりはしないさ。カオル先輩かっこいい。カオルくんは本当に王子様みたいだね。本当すごいな、セタ先輩。ん？黙り込んでどうした、ミサキ？私ちょっとだけ分かった気がする、カオルさんが人気者の理由。ああ、前にそんな話したよな。かっこいいから人気なのかと思ってたけど、きっとそれだけじゃない気がするんだ。今回のミュージカルだってファンの子を喜ばせるために始めたことだし、ミュージカルの内容だってファンの子の希望をたくさん盛り込んであったよね。そういえばちゃんと誰の希望かも覚えてたっけ？あれだけたくさんファンがいるのにすごいよな。多分そういうところなんだよ、カオルさんの周りに人が集まってくる理由って。ちゃんと周りを気にかけてあげられるっていうか。ああ、変わった人だけどすごく優しいよな。怪我したはぐみが落ち込まないように気にかけてたしさ。上原さんが自信を持てるように励ましてたしね。なんかそういうの見てるとわかるよ、瀬田先輩のファンになる人の気持ちがさ。みんなを幸せにするのが自分の幸せみたいな。生まれついての王子様なのかもね、あの人。おう、どうしたんだ、美咲。そんなに情熱的な視線を送って、美咲も私の虜になってしまったのかな。まったく、美しすぎるというのも罪だね。いや、なんでそうなるかな。はあ、これさえなければ本当にかっこいいのに。